新日本のわけポッドキャスト。はい、どうも皆様こんにちは。新日本のわけポッドキャストの時間がやってまいりました。霊霊者マルコでございます。広瀬和夫プロデュース、こちらマルコ満喫新日本のわけという落語会を不定期で成城ホールで行っております。その宣伝のためにやっておりますこのポッドキャストでございますが、まずは私が霊霊者マルコ、そして麻生です。麻生じゃない、三遊亭満喫。三遊亭満喫です。我々のプロデューサーがこちら広瀬和夫です。よろしくお願いします。先週からの麻生推しは麻生推しゲストに来てもらって、あ、ゲストにね、いないでしょ大臣で忙しいから。やかましいなこのこれが放送された時まだ大臣でいるから、ね、いやちょっと危ね危ねダメダメダメ、ね、いやところで、あの御乱心という本が文庫化されましたね。はいはいはい、文庫化ね、はい、え、広瀬さんもう買われました？買いました、 もちろん師匠御乱心っていうタイトルに変わってねほら円楽師匠と、今のね円楽師匠と小遊三師匠と炎上師匠の提談が載ってるというね、大変なおまけがあるというんで、昔の、出版されたものにその提談がついた ものを文庫化したんですね。そうですね。元の文章には別に手を加えてない、元の文章に手を加えたかどうかの、付け合わせはしてないですけどだから元のやつはね読みきずっと読んでたから、あの正直本編を一生懸命読んだわけじゃないですけど、後ろの方はね読みましたよ。でまあ実際だから本編そのものも変わってないですよ実際、はい、まあ、だからもともと誤字とか脱字とかあったりしたらそれは構成してるだろうけど、基本的には変わってないですね、面白いですねやっぱり相変わらず、まあね、昭和50年代の落語協会分裂騒動の、っていうかね、だからその、まあ、蒸し返すようですけど、はい、ほら正蔵師匠がその好楽師匠が林家九蔵をうんぬんね、あのうちの弟子に継がせるよって言った時に、うちの教会を出てった人だからっていう部分が取り上げられたりもしてましたけど、はい、そのこのタイミングで出てった人たちに対するねその罵詈雑言の嵐である先代円楽師匠はあそこまで悪役に仕立てた本がねここで出てしまうという炎上師匠のなんか持ってる運ってすごいなと思って、みんなが注目してるこのタイミングで出るっていうね、そ うちの教会を出たってどういうことって思ってる素人がこの本を読めばわかるみたいなことこれはですね、あくまでも三遊亭炎上師匠の目線で書いた本ですからね。そうですね、ただそのね、あの円楽一門会の満喫師匠を前にして言うのはあれですけども、うん、あの面白いんですよもうね筆がノリに乗ってるのがもう分かるんですね、すごい面白いんですよ。円楽一門じゃないや、あの炎上一門が出てくときに、はい、あれはそのだから新潮師匠も、はい、がもちろん男子師匠、男子師匠は当時の三五郎師匠を連れて、はい、馬風師匠と連れて行く、はい、合流すると炎上師匠と、それから新潮師匠も行くと、はい、から炎蔵、先代炎蔵師匠が七代目炎蔵師匠が、まあ、あの炎上師匠のもとについていくっていうにあたって、遠京改めの炎蔵師匠、あの先年亡くなったあの炎蔵師匠はついていくけども三平師匠は行かないみたいな感じの流れがあったのを、はい、小三師匠が五代目の小三師匠が金言って場所、まあ、それも先代ですけど先代の馬生師匠を副会長にしたと、はい、この人事が非常に大きかったってことが書かれてるんですよね、うん、まあ、それはその事情通から聞いた、なるほど君はすごいな落語も頑張れって書いてあるっていうねでだから金言って馬生を副会長にしたことで新潮師匠もやっぱりその出づらくなったとか、まあ、もろもろあったとか、まあ、そこでその間いろいろ言われている男子師匠と新潮師匠が揉めたとか、あのつまり炎症の次は会長は誰だって言って炎症師匠は新潮師匠だって言ったんだけど男子師匠は自分だと思ってたっていう、そのことも書かれていて、でこれなんかはやっぱりその、段之助師匠とかねいろんな方が真相はこうだって書いてるのとやっぱり若干違うんですよね。うん、だからそれはそれぞれ本当にあのじゃあ新潮師匠が男子師匠にあの食ってかかったっていうのはいつなんだっていうのもなんかそれだけ違ってくるとやっぱ本当はどこなんだろう、まあ、この人の目線の中だとそうなんだなみたいなことはあるんですけど、まあでも面白い本なので、うん、きっとね分かんないですけど
あのこのタイミングで炎上師匠の立場だとすると、あの問題はこれを読めば分かるいうね、なんか出版社にとってはものすごくありがたいプロモーションだった気がするんですよね。さすが出版社目線はそうそう、もうずっとすごいおプロモーションですよ。だから多分ね、炎上師匠の会があってね、はい、そこで物販やるわけですよ、はい、でそこにこれを読めばクゾーコウノスケ問題もわかるみたいな、ね、叩きをつけて、で炎上師匠がサインして売るというすぐそういう、もうあの 金額の計算に走れるってすごいことですよこれは。いやそういうプロいやでも本当に、でもそういうのはね、うん、あのはっきり言って、あの落語界に入ってくるお金の金額が上がりますから、増えますからどんどんあの読んでいただいて、どんどん買っていただいてね、うん、そうそうそうなんです。そうなんです。そんなこと言っていいんですか。いやどんどん買った方がいいよ。それでどんな奴らなんだろうって見に来てくれこいつら一体どんな奴らなんだろうって、どんな、どういう生き物なんだろうっていうのをすごい興味持ってもらいたいね。ぜひ読んでもらいたいですね。うん、そんな絶対あの総額としてみれば絶対増えるもん。そうですね、うん、うん、そんなのも絶対何でもあった方がいい。とんでもない書き方してますからね、うん、その兄弟子に対してね、その兄弟子のとんでもない書かれ方をしてる人、うん、まだ落語協会で頑張ってたりもしますしね。そうなんですよね一番の、まあ、被害者というか、それは先代の円楽師匠なんですけど、うん、被害者ね、あの本による僕はでもね、円楽師匠のことよりもね、やっぱり演奏師匠で、ね、はい、当時の読者としてねイメージがだいぶ変わりましたあくまでも炎上師匠目線の話ですからね、これは。そう、炎上師匠、そう、炎上目線の、あの、ご乱心という本の中ではね、うん、例えばあの青春ドラマでね、なんか校長は結構ちゃんとしてるんだけど、嫌な教頭がいて、その腰巾着みたいな先生いるじゃないですか、はい、その嫌な教坊ちゃんだ、坊ちゃん嫌な教頭が円楽師匠だとすると、その腰巾着が演奏師匠なんですよね、はい、ご乱心の中ではね、炎上師匠目線ですよ、これはね。で、僕それ読んでね、演奏師匠好きだったのにと思ってそれショックでしたね。自分の目で確認してください皆さん、うん、読んでもいいけど、自分の目でどういう人か見極めてください。いやいや、もうね、500話もやった素晴らしい方ね、いろんな、ね、あの話の先を考えたりとか人の噂話でね、なんかあの人ああいう人らしいよみたいなね、いやいや、それでそういう人だなって思っちゃうことあるかもしれないけど、自分で面と向かって話して、あ、こういう人なんだと、うん、ね、これはあの川柳師匠も本に書いてましたよ、天下御免の極楽語で、うん、あ、面白いですね、あれも、あれでなんか、川柳が酒によって客に絡んだみたいな、講座の上から、でそれが会長の耳に入って、あいつはもう講座出さないみたいな話になって、で干された。で、事実はそんなことなかった。でも、あの川柳ならやりかねないと、みんな信じちゃって、でそこで新潮市長が人権派の弁護士みたいにみんなに聞き取り調査して本当にお前見たのかと、噂だけじゃないのかと、いや私は見てません見てません、で濡れ衣が晴れて講座に復帰できたみたいな、だからその噂話を丸呑みしちゃダメですよ皆さん、いいですか。まあ、ただ噂というか出版されてるまあ今の話からまとめられるのは、新潮師匠がいい人ってことです。いい人、本当ですね、いい人まあね、目線で言うとね、だから立川流が脱退した時の騒動に関してね、はい、ね、白楽師匠が本を出してますが、これがかなり男子師匠を、ね、悪く書いてますよね。さすがに仮名だったのかな、いや、あれは仮名ですね、落語教団騒動記ですね、あれはまたとてつもない本でしたけど、あれでも実名にしたら売れたんですかね、多分あんまり売れてないですよね、きっと。あれはね、そう、あの林家を守屋にしたりとかして、ちょっと、読めばわかるんだけど、微妙な改編を名前で行ってて、まあ、小説化したってことですね。そうそうそう、うん、で、あの一般のお客さんが分かりづらいって言ったんですよ。そしたら、あのこれはこれですと森屋は林屋でっていうのをちゃんと自分で書き直したやつを配ってました最初から普通に書けばよかったからねというね、まあまあ、まあ、でも本質的にはさ、だっていい人かどうかとさ、芸が面白いとか芸が楽しいとかさ、うん、感動するとかっていうのはさ、
ほぼ関係ないわけじゃないですか。そうなんですよね、うん、まあ、関係ないって好みには影響しますけどね、ものすごく、まあまあ、ただまあ楽しむことの根本的にはね関係ないわけだから。そうなんですよね。まあ柳屋はね、芸は人なりっていうまあそういう教えですけどね、そうね、いい人というのがどういうのをいい人と呼ぶかっていうことによってはね、うん、フィット感が違うわけですからね、うん、だから講座が面白ければね、別に全然僕は構わないと僕は思ってるんですけどね、うん、そうですね、そういいですよね、あ、まあ、末広亭の、まあ、大旦那と言われた、北村銀太郎さんの覚書みたいなのがあるんです。聞き書き、はい、聞き書きですね、はい、誰かライターの方が、で、あの人は芸は素晴らしいよ、うん、芸は名人だ、うん、でも人間がなって言ってるのがありますから、ね、誰のことですか、それは差し障りがあるんでちょっと言えませんけど、それはあの聞き書きという確かタイトルで出てますので、ね、お読みいただければと思います。マルコさんは自分はどうなんですか。私ですか、ええ、私はね、あ、これはもう見た目がね、見た目はね、うるさい、あの人は芸は面白いんだけど見た目がな、人もいいんだけど見た目がねいやいやあとやめなさい、お前だからの腰巾着じゃねえかよ腰らがいる時といねえ時とで随分違うじゃねえかおめえは。でもあることないこと吹き込んだりしないですから小白さんにね、あの霊霊者マルコっていう名前を挙げて自分はバフンになるっていうのは考えてないですか、うん、考えてないです。襲名問題で言えば兄さんバフンっていう名前持ってんだ。持ってない、持ってないよ、バフンを挙げてないんだ、持ってない、うん、それは言っとくよ。バフンの管理は満喫師匠がしてるでしょ。いや俺のところに筋は通しに来てもでも一応これはやっぱりあの八王子にも行かないといけないんですよそんな名前ねえって八王子の古参師匠には関係ない名前だからやっぱ満喫師匠に筋を通せばいいそうだからこれもね、霊霊者でいいのかな。いやだからこの霊霊者も林家問題にちょっと引っかかってくるんですけど、はいはい、霊霊者バフっていう名前もこれ借りてるわけですよ要はね、まあ、馬派の名前ですからね、だから、まあ、馬派っていうのがその真打ちになると一門構えなさいと、はい、もう屋号帝号も変えてで、まあ、自分の一代限り名前を名乗りなさいという考え方ですよね、はい、だからなんだろうな、初音屋左京とか天野屋白馬みたいに、ああ、雲助一門もそうですよね、五街道雲助の弟子で二つ目までは木助安助佐助だったけど、蜃気楼流玉桃月庵白秋みたいになってますよね。なんで真ん中だけ抜くんですかしっかり下から行って隅田川馬関ですよね下から行ってるのはおかしいけどだから、そういう考えのもとに行くと弟子が霊霊者で真打ちになるのは忘れちゃっただけとっさに出てこなかった忘れちゃった便利で馬関さん忘れたんですよ。こらこらこら忘れてないですよいいですよあの人はいい人ですよ面白いですよ。こう悪口に解釈するのうまいね何でも悪口に解釈させた日本一よ。昨日僕が馬関さんの粗骨の釘見ましたけど面白かったですよ面白いですよ馬関兄さん面白いですよね。だからそう、うちの師匠もその霊霊者バフをもらいに行くという時に、はいはい、馬匠師匠にまず数字を通して、うん、そうするとあじゃあ鬼塚の門もつけていいよという許可もいただき、うん、で先代のバフの遺族にも数字を通して、うん、あカエルさんならぜひ、いいですよと、うんうん、で後見が男子師匠だったんですよ、うん、で、まあ、当然会長にも行くでしょうしね、うん、でもう全部その根回しをした上で、うん、まず問題ないということでバフを継いで、うん、でそうこうしてる間にもう馬匠師匠もねお亡くなりになってて、うん、で、まあ、今の馬匠師匠はいますけど師匠よりずっと後輩ですよね。で、先代の遺族がちょっと今もう分かんないんですよ、うんうん、どこにいるか、うん、だから今うちの師匠が霊霊者の宗家みたいになっててでも馬派の宗家って馬匠師匠なんですか。これどうなんですかね。ん、馬派の宗家、はい、どうなんでしょう。いや でも当時で考えたら間違いなく馬匠師匠ですね。馬匠師匠ですね。で僧侶は伯楽師匠ですからね、でも師匠より後輩ですからね。でその霊霊者っていうのが馬派の名前なのに、はい、その中に柳屋古仙とかそういう名前があるわけですね。そう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 柳屋さん、うん、だそれはいいんですよ。だから霊霊者幕府が一代限りで借りてつけてます。あ、じゃあむしろ霊霊者を名乗ってるマルコさんの方は問題なんですか。そうなんです。真打ちで霊霊者マルコになると、うん、これはクレームが来る可能性があったんですよ。あ、取り上げられるかもしれないんだ。うん、その馬派の宗家という人が絶対的な権限があって、うん、ダメだよってなったらこれはダメなんですよ。あ、それじゃあ筋は通したんですか。
いや、あの、なんとなくそれどうなんですかね。いいかなと、師匠最高顧問だし誰も文句言わないからいいかなと。全く理屈じゃないということですね。何やってんのあんた。そうか、いろいろ理屈で考えたけど理屈じゃないということですね。文句を言われるか言わないかだけ、ね、そういうんです。だから文句を言われなきゃ何でもありなんですね。まあそれがね、ねえ、でも文句言いたがる人もまあいるっていう。だ、文句が出る可能性があるんだったら先に根回ししときなさいよという可能性はないと踏んだわけですね。まあ当時の私ではちょっと思いつかなかったですね。今だったら思いついてたんですね。今話しててあそうかとあそうか、金言帝に話しとかなきゃダメだったなという。そうか、霊霊者のまま真口になったのは、鈴之助兄さん、だけです。だけなんですね、あ、その辺はやっぱり人を見てるんですかね、馬風師匠も。で、鈴之助兄さんの場合は先代のね、小三師匠の運転手をずっとやってて、もうバカハマりだったんですよ。で、真打ちになったのも結構早い、うん、で当時で小朝師匠の次ぐらいに早いぐらいの結構な速さだったらしくて、すごいですね。まあ、10人かなんかでなってますけど、その抜擢なんですね。ケツにポンとつけられた。抜擢抜かしてはないと思うんですけど、あれ抜かしてるか、ケツにポンとつけられた、抜かしてはいないんですか。あれどうだったの、三平師匠、まあ早かったんですよ、とにかく。はい、とにかく早かったらしいんですよ、まあそこはだってね、小三師匠ご存命で一番可愛がってる子ですから、うん、誰も文句言わないですよね。まあそうですよね、うん、で、マルコさんの場合は誰が可愛がってるんですか。誰ってことないですけど、真打ちになります。末広亭、名前どうすんだ。まあ末広亭の社長にはお世話になってますけど、可愛くないかで言ったらな、あの容姿の話はやめてください。容姿の話はしない、今してない。見た目の話じゃないよね。見た目じゃない、そうです、ね、じゃあ難しい、人間が。末広亭にはハマってると。末広亭だから朝廷に入ってくれるんですかね。なんかあればそうですね、なんかあれば馬生師匠が例えばちょっと霊霊者で真打おかしいんじゃないんですかって馬生師匠に言うかどうかですよね。言わないですよね。言わないですよね。言わないし、やっぱりそれ、そういう結局力関係の問題になってくるんですね。多分僕は馬生師匠はちゃんと筋通してると思いますよ。ああ、知らない、僕の感覚では。知らないところね、こっちが知らないだけで、はい、だからそれは筋を例えば襲名して鈴之助師匠が真打になられる時でも、はい、多分うちの弟子そのまま真打にするよっていうようなことはおやりになってるはずですよ。あ、そういう師匠だと思いますけどね。そうですね、うん、だからそれは絶対あるでしょ。本人には言わないでね。そうかそうか、兄さんが見えないところで苦労してんだよ。そうです、ね、感謝しないとね。本当だよ。そうだ、知らなかったな。俺らにも感謝しないし、ね、せっかくバフって名前。いやでもね、あれですよ、まあ、筋は通してんだけど、あと池豚もいいんだよ。思い出して、忘れてたけど思い出しましたね、池豚ね。あの兄弟子の三五郎ね、これ話しましたっけ、三五郎が真打ちになるときに、はい、なんか風車だったんです、霊霊車風車で、はい、真打ちになるときに、はい、今の小三師匠が前三五郎だったんですね、はい、で三五郎が空いてたから、はい、今の小三師匠からじゃあ風車三五郎にどうだって話があって、うん、はい、ありがとうございます、継がしていただきますって話になって、うん、私は師匠のうちにたまたま行って、話してたら、あ、今日な、うん、そうじゃない、明日な、あの風車が、三五郎をもらいに高尾まで行くんだよって、うん、言ってて、あ、そうですか、うん、あ、じゃあ、師匠も一緒に行くんですかって聞いたら、急に気を取り出して俺は行かねえよ、せがれが一緒に行くんだよ、うん、いいだろう、子さんだしっつって、子さんだしってなんだよそれっていいだろ子さんだしって、そんな言い方ねえだろと思ってすごいですね。先週話した話がなんか吹っ飛んだ。宗家ですよ、宗家です。お前いい加減しろお前丸く収めんかい。宗家ですよ。いや、一門内のあれだからね、あの、五代目小三師が亡くなって、ね、当時三五郎、今六代目小三師は馬風一門に、そうですよね、馬風一門ですもんね。で一門内の身内の内の話だから。でもどうなんですか、馬派の名前の中に柳家の宗家がいるって柳家全体ではそれは話し合ったんですかね。いや、もうそれ
多分柳屋っていう串が刺さってるみたいな感じの感覚だと思うんですよ。そうそう、あで仙台の馬風も四代目の柳屋小さん一門だったんですよ。ああなるほど。その最終的には。なるほどね。だから柳屋なんですよ、はい、最終的には。もともと古今亭の方ですけどね。それももともと古今亭なのにどうしてっていうのは素人には本当に分かりづらいと思うんですよね。そうですね。もともと市川海老蔵だったのに尾上なんとかになるみたいなね。そうですね。あっちは宗家がちゃんとしてますから ね、はっきり分かってますからね。だからそういうのを真似しようとするのが間違いなんですよね、落語の世界でね。だからうちが持ってるみたいな発想がおかしいんですよね、言っちゃえばね。だからそもそもがシャレじゃないですか。そうそう、話家の襲名なんて。そうそう、名前も歌舞伎役者の真似したりとかね、だからシャレでついてる名前じゃないですか、うんうんうん、ねえ、歌舞伎でやってるから襲名やってみようって、ね、初代がいないのにいきなり2代目、うん、なんだっけ立川談秋楼、襲名披露興行とかぶち上げたんですよね、宇帝演馬っていう人が、それが大変に成功して、うん、でそれから噺家もなんか襲名し始めて、うん、でだから文楽師匠仙台はね、その本来7代目なのに末広がりがいいって8代目に1個飛ばして襲名したりとか、うちの師匠なんか本当は7代目なのに仙台が9代目って名乗ってたのに収まりがいいからって5代目って若返ったりして仙台9代目なんだ。仙台9代目の次は5代目。それは男子師匠の影響ですね、きっとね。もう師匠も5代目だし男子兄さんも5代目だから俺も5代目がいいっつって、男子師匠だって師匠も5代目だからっつって5代目を名乗ったんですよね。師匠が5代目だからって、いいんだよこんなもんっつって言ってましたよ。いいんだよこんなもん、でもいや何でもいいっていう、そんなだって売れなかったやつは飛ばしていいんだって小山師匠が言ってたっていうね。そんなやつは数えなくていいんだって言ってたっていう、すごいね。それもだからすごいね。あんまりだから難しく考えない方がいいわけですよね。そうなんですよね、うん、難しく考える一問も中にはあるけどっていうことですかね。周りがね、襲名しないんですかとか、ね、こう来るのもね、なんか鬱陶しいなみたいなのあるじゃないですか。次の満喫初代だったらびっくりするもん。いいんだよ、あんなやつ買おうとしない。おい、寄せよー。よせよって、ね、墓の中から言いたくなるよ。面白いね。初代だから墓参りも来ないですよ。大丈夫ですよ、俺が初代だっつって。5代目はね、響きがいいから。響きがいいからきっと5代目にしますよ。4代目の気持ちも考えてくださいよ。5代目の後がね、若返るかもしれない。そうですね、うん、もう一回5代目来るかもしれないですからね。でもまあシャレがありの、そのね、つまりアカデミックに考えればさ、やっぱ8ってなってると0よりは8の方が格式があるっていうね、はいはい、格式があるっていうことはいいことじゃない、はい、だからやっぱりシャレでありのそこの部分は、ちゃんと商売ができるっていうのはね、僕らの世界の本当にいいことです、ね、明治時代の圓遊師匠は4代目だけど初代なんです、はい、3代目ですね、3代目が初代ってカウントされて、はい、前2代売れなかったから初代でいいというセデコが初代になってますもんね、マルコさんも次のマルコは初代になる、初代でひでえ話だよな本当に。売れないと数えなくていい。でもね、あんま直近のやつでこう変えないでほしいですよね、立川談志。家元だって生前はずっと5代目立川談志でずっと通ってたのに、今ではね7代目って普通に出てますね、出てて、で自称かっこ自称5代目みたいな。本当面白いですね。古参襲名で一場師匠が相撲甚句をこう歌うんですけど、その5代目までをこうずらずらっとね歌ったんですけど、初代か2代目かね、2代目子さんはどこの誰だかわからないみたいな歌い方してて、そんなもんなんですよね、まあ3、4とね、やっぱり3、4、5ってすごいですからね、まあ、その6代目も、小三実証がね、その小三が空いてた時にもう周りからすごい言われたんですよね、小三を継がないんですかと、いつ継ぐんですかと。で当人はまあ継ぐ気はなかったんで、6代目小三ができるっていう時に、まあ、川柳を
読んだんですね、はあ、今までねその自分の師匠の五代目小さんは小三治から小さんになってます、その前も小三治から小さんになってる人はいますと、でも、小三治で廃業して、教会の事務員になった人もいるんです、はいはい、だから小三治は小さんにも事務員さんにもなる名前っつって、ね、うまく交わしてましたね、そうですね、そうですね、それ僕読みましたよもう本当にそうか、小三治は小さんにも事務員さんにもなる名前なんだという肖像にもなる名前だったんですね。あ、そうですね。名前はそうですね、どこからどうカウントするかというね。だからその、まあ、一門ということで言うとね、あの円楽一門は皆さん三遊亭ですよね。じゃない方います。三遊亭です。初めて三遊亭以外ができるとこだったわけですよね。そうですね、そういう話になってたっていうタイミングです。だから三遊亭なのにって感じだけど、だから建て替わりを見るとね、あの総領弟子が、まあ、2人どっちが総領かっていうのはありますけど、はい、トップ2人が立川じゃないっていうね桂文字助と度胸亭流馬っていうね、 そうですね。そしてあの上方からまあもう返してますけど文刀をね、はい、持ってきて立川文刀って名乗ってた方がいたりとか、はい、ね、あれもともとは月亭でしたっけ。月亭文刀です ね。だからもう返しているわけですよね、神谷隊ね、うん、なんだけど、だから建て替え流のことなんか考えると、まあ名前別にね、そうだから僕も三遊亭好楽の弟子が林薬蔵になってもね、それはあのそれこそまあ本人なんだしってことで、うん、桂幹助が芭蕉の弟子だったり、うん、まあ、立川談志の弟子が度胸亭流馬とか桂を名乗ってたりとかね、うん、桂文字助って桂なのかっていうのはあるじゃないですか。もともとのね師匠がそうだっていうことなんでしょうけども、っていうことを考えると、まあ元々の師匠がっていうことで言うとね、やっぱりほら、うん、なんか名前ってそういうもんなのかっていう、なんとなくそう思ったんで、うん、そこまでなんか大きな問題になるとは意外でしたよね、先週の話ね。そうそう、うん、まあ我々もね別にいいんじゃねえのっていう意見がね多いですけどね。まあね、うん、だから肖像師匠だってね辛い立場だったんでしょうね、きっとね。そうですね、はい、はい、久しぶりの落語界の話題だもんね。そうですね、ワイドショーでこんなに取り上げられるってなかったですね。これ以来だよ、これ。これ、それです。やめなさい。それ。やめなさい。それ、やめなさい。何？その話するとまずいんじゃないですか？お宅の一問。勘弁してください。いろいろまずいですよね。いろいろね、そう、それはね、あの絶対触れちゃダメなとこですね。それです今あのね、一番ちっちゃい指を立てましたけどね。でもワイドショー出てコメントする人の人選もよくわかんないですね、あれね。ああそうですね、面白かったですね。談慶師匠とか出てたの。談慶さんなんだって。そう、あの林家でも三遊亭でもなかったですね。面白かったです。林家でも三遊亭でもないくて出てくるのは分かるんですけど、うん、そこでなぜ例えば談志郎師匠とかじゃなくて、うん、あのまあ談笑さんとかでもなくて談慶さんなのかっていう、そのところがね。あとあの評論家っていうか、あの何でしたっけ、また役人だった方、寺脇さん、今出て喋ったんでしょ、なんかコメントしたんでしたっけ。あ、はい、喋ってらっしゃいました、バイキングで。あ、うん、バイキングって何、フジテレビですね。フジテレビ、はい、じゃあそうか、へえ、なるほど。いや朝よくほら役人の代表として出てきて、モーニングではね喋ってたけど、演芸の話をするんだ。落語協会の顧問ですからね。あ、そうなんですか。はい、顧問。顧問です。それはあの役人だった時から、いや、あの天下りです。天下りやい天下りだ。お前ワイドショーに出たがってんな。天下り天下り寺脇健さん、天下り文化庁にいらっしゃったんですね。あの文科省にいて、で文化庁のあのその落語関係のことをいろいろやって、で社団法人がどうとかそういう難しいことを全部仕切ってらっしゃったんですよ。なるほど、はい、まあ、その絡みで今落語協会の顧問をやってらっしゃる。顧問、はい、顧問って他にいらっしゃるんですか。顧問はあと会計の方と、ああそうです、いますね。そういう一般の方ですね、話し家さんじゃない方が、はい、落語協会トップは今誰なんですか。トップは会長じゃないですか。あ、会長ってことなんですね、じゃ あのその他の役員っていうのは。馬風師匠は、まあ、最高顧問ですけど、これも名前だけですから。最高顧問ってのは名前だけ。名前だけです。別にもう実は。小三治師匠。小三治師匠は、あ、もう何もないです。え、そうなんですか。はい。
自分は最高顧問にならないって言ってお辞めになったんで、はい、なるほど、わかりました。最低顧問というのもあるんですか？最低顧問はないです。最低顧問、はい、最低顧問、ね、最低理事は、最低理事はない、ない、最低理事誰ですか？誰で言ってあの自分たちであの調べてこの人が交番が一番下だって思う人が最低理事です。人の最長顧問は、最長顧問、最短顧問、最短、最長顧問は三八師匠じゃないですか。ずっと理事ですから。最速顧問、最速顧問最速理事は最速理事はいっぱいいますよ答えなくていいんだよ、バカ野郎理事って今誰なんですか？理事何回か前やりましたよ。あ、そうですか。もう今、太平師匠とか京太郎師匠までみんな理事ですよ。あ、人数が多いんですよね。はい、10人ぐらいいらっしゃるんですね。もうちょっといますね。もっといます。はい、理事会に寺脇さんとかもいらっしゃいましたよ。あ、そうなんですか。はい、理事会何話すんですか？理事会出るんですか？いや、あの新内の挨拶に行くときにみんな黒門付き来てよろしくお願いしますって言ったら、三協師匠とかこっち向いてって iPad 向けてきてどんな理事会だよと。すごい記者会見みたいな感じになるお願いしますね。だからそこに寺脇さんいらっしゃって、それが朝の11時ぐらいで、で、しばらくして1時ぐらいに何気なくテレビ見たらワイドショー出てて早いなと思って今理事会いたのになと思ってマルコさんももう真打ちにはなっちゃってますけど、はい、なんか名前ついちゃったらどうですか？三遊亭なんか。いいよ、あるぞ、いいよ、いいのある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 よ。もう揉めるの嫌だ。いいのあるよ、いいのあるよ。いきなり三遊亭炎章を継ぐと。いいのあるよ、いいのあるよ、いいのあるよ。いいのあるよっつってるダフ屋みたいな知りますけど、なんかありますか？三遊亭馬糞ってどう？あ、三遊亭馬糞いいんじゃないですか？次回新日本の話芸落語会の方ですけれども、4月の9日。テレ屋さん。19時開演でございます。成城ホールで行います、前売りが2500円、当日が2800円、アンダー25割引、オーバー65割引、障害者手帳割引がございます。北沢タウンホールか成城ホールの窓口で証明書を提示していただけると1000円引きになりますので、よろしくお願いいたします。また E プラスピア48451に、カンフェキでもチケットはお買い求めになります。お問い合わせは東京03-3482-1313、成城ホールまでよろしくお願いいたします。はい、というわけでね、レイレイ社マルコ何かね襲名しないかという話もあるんですけれども、しばらくこのマルコのまま、行きたいと思います。まあ、師匠が亡くなった時には分かりませんけどもね、新日本の話芸ポッドキャスト